はい、クミンでーす。今日はですね、スープを作りまーす。ということで、実はですね、ちょっとずつダイエットが始まりまして、それはね、そんな痩せなくていいでしょうって言うんですけど、実はもう15キロリバウンドしてるんですよ。で、15キロ、まあ10キロ減らしたいなと思うんですが、まあ10キロといえばワンタ君5キロですからね。ワンタ君、肉の塊がバンバン隠れております。笑ってる場合じゃございません。で、まあ加圧で基礎代謝が、ですね、私ね、だいたい1000超えたことがないんですよ。970とかね。それがね、なんかこう代謝が良くなったのか1000超えるようになりまして、でちょっとね、体重が今増えたんですけども、それはね、多分筋肉だろうとトレーナーが言うんですね。いいぞいいぞいいぞって感じでね、ちょっと頑張っておりますけれども、はい。でね、その時にですね、54歳で水着になった時に、ダイエットした時にずっと飲んでいたスープがあるんです。私は家庭デトックススープって言ってるんですけど、もうね、いろんな野菜を入れて、生姜をたっぷり吸って、はい、これ全部ガバッと入れるんです。それでね、今大きなお鍋で仕込むんですけど、ね、でこれで、たくさん作っといて、あのこのタッパに入れて、このままレンジに入れられるものに入れて温めて食べられるように保存しとくんですよ。でもこのスープをもうどんだけ飲んだか。そうなんでもね、私ね、この野菜いっぱいが大好きなんですよ。なので、基本はですね、コンソメとこの、トマト缶とトマト味と塩ですね、だけなんです。あとはもう野菜入れる、もうとにかくもう入れながら煮えていくので、もう入れれば、入れ終わったところにはもう煮えているみたいな、スープができているみたいな感じなんですね。そうなんです。でこれをもうとにかく生姜で体を温めてみたいな、で大好きな野菜で、でカロリーを抑えて満腹感があって美味しくてっていうんで、これをね結構飲んでたんですよ。そうそうそう。で今日は久しぶりに作ってみようと思いまして、はい、ちょっとね、あ、そう、手を動かしながらじゃないとね、ちょっと時間がかかっちゃうので、実はですね、リフレのお客様に素敵なものをいただきまして、じゃーん、まな板、赤、燃える、あ、小さいのが入ってる、燃える赤、嬉しい。これテンション上がりますね、キッチン用品ありがたいよ。もうね、動画を見ててね、皆さんがね、気遣ってくれてね、あー、見て、後ろに滑り止めがちゃんとついていて、ちょっと開けますね。柔らかい。こっち、この小さいのはまた便利ですよね。いやー、嬉しいな。なんか、キッチン用品。テンション上がる。お、開かない。あ、開かない。ちょっとハサミ出動。テンション上がる。でね、ちょっと今日はね、仕込みをしてないのでね、時間かかります。ながらで見ていただくか、こう飛ばしていただくか。おー、いい感じ。わお。でこれね、大元にいただいたのがね、これアフタヌーンティーかな、大好きなアフタヌーンティー。これもね、いただいた、アフタヌーンティーのいただいたんですけどね、え、一回ね、ちょっとね、日本からなくなってしまったんですけど、あちこちになんかでき始めたみたいでね、もうファンがいっぱいいるから、そりゃラブコールでね、できますよね。じゃあちょっとこっちも開けようか。いや、あ、でもしっかりしてる、こっち嬉しいね。でね、子供たちがね、そろそろね、起き始めてるので、子供たちのご飯もね、並行して作らなきゃいけない感じにちょっとなってきてますね。傷つきにくいカッティングボード、お料理楽しい、新素材で悩みをすべて解決、カットバリアミニ。カッ
ットバリアミニですね。わあ嬉しい。いやちょっとこれね洗いましょうね。それでね、私あのエステティシャンとしてね、口が回ってエステティシャンとしてダイエットマシン業務用の結構うちにあるんですよ。それでね、キャビテーションっていうのがあって、その奥の方の、 脂肪を溶かしていくっていいのかな、まあ皆さんに分かりやすいように溶かしていくっていうやつを久々にかけましてねえ。それでラジオ波って言って奥の方までね温めて、で EMS で、 EMS 皆さん分かってますよね。その EMS で筋肉運動、それがねもう温めながらお肉を溶かす、お肉を溶かすって、この料理しながらお肉を、私のお腹のお肉の話してもちょっとねキモいんですけど、でも今洗ってます、はい、ね、それを久々にやりまして、でラジオ波で温めながら、あ違う、EMS で筋トレをしながら吸盤のようにこうカッピングみたいにこう吸い付くんです、吸い上げるんですね、こんな大きな機械でね。それをその溶かした後にこう吸盤でパンパンパンってやりながらね、あとこう流したりとか、そのリンパの最終出口ですね、はい、最終出口の方に流していくんでございますけれども、昨日久々にちょっとね心周りをやりましてね、ちょっと筋肉痛にはなってるんですが、そうこんなにね、こんなにちょっと久々に溜め込んでいたのかとやばい。いやもうね、体重が増えてるっていうかね、もうねまんまるさんになってきてるのはすごくね分かってたんです分かってるけれど、そのね、あちょっとこのゴミをちょっとここの生ゴミをこういう分かっていながらもですね、なんだろうキャビテーションをかけてしまったらなんかもうダイエットモードに入るので、甘いものをそんなに食べてはいけないんじゃないかとかなんかそういう気持ちに、ね、なってくるんですね。そう昨日からねサラダとかねそういうものをね結構食べ始めて、でもねあれなんですよ、ダイエットを始めて体の調子が整ってくると、私の場合は甘いものがね食べられなくなるんで、逆にですね。でね、54歳のダイエットの時にはですね、2年間もう一切お菓子食べる、一口も食べなかったですね、一口も。でもね、私昔からね完食しなかったんですよね。それがいつの日かなんか完食が楽しみになってみたいなね。そうそうそう、でもねやっぱりね食べることは楽しいし美味しいしね、だけどやっぱりねちょっとねテレビに映って膨張してるのでねえ。でね、これね人参皮ごとほんと入れた方がいいんです、もう栄養素に関しても何しても。でもねちょっと歯ごたえを考えて、ごめんなさい私剥いちゃいますね、ちょっとこの皮のとこに栄養素があるからちょっともったいないなと思うんですが、お許しくださーい剥かないでね皮ごと使う時もあります。でもねでもこれ有機野菜だから剥かない方がいいか、あでもね私だけじゃないので食べるのがね、ちょっと歯ごたえがっていう風にね意見もねちらほらとそうそう。でね、このデトックススープをねいっぱい作っとくとね結構ね家族が食べてくれるので、いやーこれねダイエットの時作りまくりましたね。だからこれを食べたから痩せるってわけじゃないんですけど、なんか飲みたくなるんですよ。もう生姜がたくさん入って、私の生姜とかネギとかもう、香りのや強い野菜が大好きなもんで、なのでね
じゃあちょっとどん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 ちょっと切っていくと、この下にもちょっとねありますのでね。そうなんですよ。ちょっとねもうこれもほぼね切る作業だけなんです。あとはもう入れていくだけなので。あ、私ちょっと逆さまにやってた、あれ私逆さまに作ってちょっと待って待って、これ反対じゃない？あ、こっちだ。はい、失礼いたしました。いや、ね、子供たちがね待ってるからね。でね、これねもう本当にね、あのちゃんと切らなくていいんです。もう本当にね、それでももうちょっと細くしようか。もうね、もうランダムでランダムで、もうただただね、もう刻んではね、こっちに入れていくという作業がね、続きます。でもさ、でもさ、だって、でもさ、だんだんため口になってきました。家にね、エステの機械がね、あるっていうのはね、すごいね、なんか嬉しいというか。でも本当はね、私ね自分の健康のためにもうなんとか頑張ってその機器を買いたいなと思って購入したものなんですけれども、マイクロカレントっていうのがついていて、あ、でもマイクロカレント今こういうコロコロとかにもついてるから皆さんわかるかな。うん、美容のためにねお顔とかねやるんですけれども、実はねちょっと肩が痛いとかね膝が痛いとかいう時にね、なんか肌のね修復みたいな感じでね使うんですけれど、そう関節とかのね、うん、修復にもいいと聞きました。何かスポーツ選手が使っているという噂を聞きました。噂を信じちゃいけないよ。私の心は産むのさ。ねえ。で、それもね、ついてるんですよ。そう。なのでね、家族がね、膝が痛いとかね、どこが痛いって言った時にね、かけてあげられるかなと思いつつね、はい、悩みましたね。ちょっとね、すごい機械なのでね、だけど、よかったと思って。だいたいね、みんなサイコロに切って入れてきます。ね、こういうね、大きいお鍋、まだね、寸胴があるんですよ、うち。なんか録画し始めた頃の最初の頃にそんなこと言ったな、ズン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 どこってズン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 どおって言ってましたね。あ、私ねこの間ねちょっと数えたんですよ、どのくらい動画が上がったら。ちょっと一回ちょっとこれ入れますね。どん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 ガバー、ここ結構重みがあっていい感じ、ペラペラよりは。そのぐらいもうね200以上上がってる気がするんですよね。でね、携帯の容量があまりないので、あんまり溜め込むとこう、この間ね途中で動画が止まってたって、あ、びっくりした、止まってるのかと思った。大丈夫ですよね、よくあ、ちょっと携帯をね、いつも撮ってる方じゃない方にしたんですよ。これ文字がいつも上に出るのに文字がこっちに出て、今こんな風に撮れてて、大丈夫、怖い。ちょっと手だけ動かしますね。とにかく刻んで入れていく作業なので。で、中間ね、ちょっと子供たちのささみを湯がいたり、お芋さんをふかしたりとかね、ちょっとしなきゃいけないのでね。ちょっとためないで全部入れとこう。
久々にダイエットをしなくちゃ。もうね、まだ平気かな、まだ平気かなって言いながらね、見過ごしてね、来たお肉もね、そろそろね、そろそろこれ以上貯めると、これ大変だぞ、落とすの大変だぞ、とか思って。ね、健康のためにね。でね、ダイエットしてる時にね、エステティシャンのね、プロの方々、私の時はまだエステティシャンじゃなかったんだけど、プロの方たちからいろんなね、ダイエットの勉強をね、させてもらったんですけどね。ねえ、あの時のなんか体験がすごい貴重ですよね。でもそのダイエットさせてくれた番組のプロデューサーが、プラスマイナスで、つくっていうことはそれが燃焼してないんだから、運動量に対して食べる量が多いんだと、私全然食べてないですってね言い張ってたんですけどそれでもやっぱりねカロリーがね多かったんでしょうね。ねえ、そんなにたくさん食べてなかったんだけど、でも今はねすっごい食べる、もうとにかく食べる、もう食べ始めると、でも本当にね、ダイエットしていって健康な体になってくると、体が必要なね要素しかね求めなくなってくるので、実は私アイドル時代に20キロ痩せまして34キロぐらいまでいきまして、前にもこの話したかもしれないですけどね、もうガリガリになって、これは太りたいっていうことでね、健康のためにね太ろうと思いまして、ダイエットスクール、はい、有名なね、ちょっとNHK とか出てらっしゃる料理研究家の先生のところにね、門叩きました、スクールに、ダイエットスクールに行って、太りたいのにダイエットスクールですよ、うん、どうなって、でダイエットメニュー食べて何キロ太ったの、6、7キロ太れたのかな、その時に。ってことはやっぱりその自分に合った体重に戻るには健康な食生活、うん、きちっと最低限のその栄養、ちゃんとした栄養をとってっていう、食べてっていうことなんですね。でそのダイエットメニューがね、だいたいねご飯がね 55g ぐらい、ほんと少ないんですよ、それでもね、お米がね、はいはい、ここ配信をしています、はい、そうでね、測るの大変だから、だいたい自分の握り拳ぐらいっていうね言われましたね。それでね、カロリーのバランスもね、勉強するのも大変だし覚えるのも大変なんで、色分けでねやってくださいって言ってね、朝に赤いねこう人参とかで食べたらね、夜はね青い野菜食べるとかね、そうそう、なんか色分けするとね分かりやすいですよっていうふうにね、なんかそんなことをねいろいろ教わりましたね。やっぱりねダイエットにね食事は私大切だと思う。私ね番組でねダイエットやった時はね、私はね食事制限なかったんですよ。3人タレントさんが一緒にやってて、で他の方はねあの食べ物制限とかねあったんですよね。私はねやっぱりそれほどね、例えばその唐揚げにマヨネーズバーっとかけて山盛りでね、ご飯にバター入れてお塩かけてってね、もう1日にね7食ぐらい食べてるのが違って、ちゃんと3食でみたいな感じが、で野菜も取ってみたいなのがあったので、そうね食事はね、その時はそのねあんまり間食もしなかったし、甘いものもね食べてなかったので、まあねそこまでじゃなかったんですけど、さてですね、ちょっと全然煮込んでもね、たくさん煮込んでも大丈夫な、ちょっとねキャベツ入れちゃいますね、ここねだんだんすかせていくためにね、ちょっとキャベツ入れちゃいますね。今年キャベツ美味しい、なんかすっごく美味しく感じる、こんなに春キャベツって美味しかったのかなって、柔らかくてみずみずしくって、飛んで、皆さんどうですか、ダイエットしたことありますか。私ね学生の頃にね、やっぱりすごい太っててもすごい、もう高校時代すごい食べてて、もうサラダをこんな大きなボウルに本当に入れて、タッパに入れて
あの学校を持ってマヨネーズ1本持ってってましたからで休憩時間ごとにね、なんかかっくりとお腹空いてたまんなくて食べてましたね。それでお弁当持っていくんですけど、あの足りなくて、でパンとかね売りに来てくれるので、あのそれを食べたり食堂のものを食べたり自分のお弁当を食べてちっちちゅ食べて、でね、もうこれはお年頃になってね、ダイエットねしたいわって言った時にね、10日間ねお豆腐とキャベツの千切りで過ごしたんですよ。そうしたらね、フラフラになっちゃってね、脳貧血を起こすようになっちゃってね、それでわあもうこれはダメだ、体のために良くないと思ってね、普通に食べたらね、あの2キロ痩せたのにね3キロ太りましたリバウンドリバウンド。だからね、無理なダイエットはね、ほんと怖い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 です。うん、それがわかるから、もうこうやってね、ちゃんとね、これね、あの鶏ひき肉をね入れるんですね。あの さっぱりと鶏ひき肉。もうとにかくこれね、もういじるだけなんです。入れるだけ。これの作業がね、延々と続くんですよ。そう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 。あだだ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 。だだろろろろ。だだだだだだだ。ねえ、本当私ね大雑把なんですよ。ねえ、なんかよくね、あ繊細とかね、よく皆さんね昔よく言ってくださったんですけどね、とんでもないとんでもない。もう YouTube 始めたから、あなるほどね、おっしゃる通りっていうふうに言われますね。細かそうで細かくない。もうこれは切れてればいい美味しければいい。もうこれね見えないか、すっごい今ねどん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 山盛りてんこ盛りになってます。てんこ盛りになってます。でこれ芯のところもね、あの春キャベツなのでもう煮込んじゃうので一緒に入れちゃって、もうそんなに細かく切らなかったり、スライスしなくてもね、隠し包丁入れなくても、なんか私野菜まみれになりそう。ああ子供たちがね、ここね芯のところ、子供たちが今静かなんですけど、一気にねごはーんって言い始めるのでね、そこに間に合わないとね、ちょっとかわいそうなので、回ってる回ってる、これでも本当に文字が横になってるんだけど大丈夫なんだろうか。ちょっとあの携帯吸ってみてもいいですか、ごめんなさい、携帯が吸ります。こうならないもんね、こうなった時に、あでもでもえでも上に来てない、大丈夫かな、皆さん1時間こうやって見なきゃいけないわけない、あもう本当機械がわからないよ。はい、じゃあキャベツが終わりまして、じゃああとは、煮えにくい、あこれちょっとね、お安いスーパーでいつもね、普通のスーパーでもね、お安くて100円ぐらいのね、1貫100円ぐらいの買ってくるんですけど、でもこれ100円で買えなかったかな。これ初めてのメーカー、どこどこ、神奈川県ですって。ちょっとこれを開けてみますか。あの刻みって書いてあるからホールじゃないと思うんですけど、トマトピューレじゃなくてホールトマトの方、ピューレだとちょっとね、あでも塊が入ってる、ちょっとこれ怖いから、後でちょっと塊が入ってますね。これでも後でどうだろう、
大きいやつがドバッと。けれど、あとでこれは溶けると思う。よいしょ。ちょっと3巻ぐらいいってしまうか。これ野菜からもね、スープが出るので、途中で足していく。おお。煮えてちょうだい。そしたらね、セロリいけますかね。セロリ。これね、葉っぱごといくんです。葉ごといきます。セロリとかピーマンとかね、ちょっと苦手な方はね、あれなんですけどね、本当私この香りの強いね、野菜が大好きで、もうこれと生姜が入ってた矢先にはもうスープがもう最高ですね。最高。今夜は最高なんて番組昔出させていただきましたね。そう、タモリさんの。エムちゃん大丈夫ですか。そろそろささみを湯がくかね。ちょっとお腹空いたかな。あといつもは30分ぐらいご飯じゃないんだけどな。ちょっと一緒にやっていくか。今夜は最高。タモリさんがね、ギャグをね、ギャグっていうか、あのコントみたいなのやってくださってね、あのコメットさんをね、もじってね、困ったさんもそうなんですけどね、最後にソケットさんっていうのが出てきてね、そういうビデオを持ってらっしゃる方もいらっしゃるでしょうね。ね、 YouTube に皆さん上げてくださってますものね。筋は取ります、一応ね。はい、筋は取ります。筋取ってます。もうせっかくシンクにあのゴミ袋を置いたのに、この下の大きいゴミ箱に落としてる。これでもただね、あの煮とけばいいので、あとコンソメと塩入れますけど、味をね整えてね。でね、デトックスで、ダイエットの時にデトックススープって言ってて、どうやって作るんですかって言ってね、あのレシピをね出したことあるんですけど、まだほら動画をね撮ったことがなかったから、初めてね、あのこのデトック、私のデトックススープって言ってるこのスープは知ってるけれども、あのね、どんな風に作るかよくわからないわっていう方も、ね、多分いらっしゃると思うんですよね。初めてね動画をね撮りますのでね。ちょっと聞いたんですけど、セロリってあの安定剤っていうか、気持ちが落ち着くってなんか更年期でなんかキー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 、こうなんかキー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 なってる時に、まだ父親が元気な時にセロリかじろ、かじれって言われましたえ、そうなん。でもね、なんかちょっとね調べたらね、そういうなんか、うん、成分は、あ、セロリも久しぶりに食べた。セロリ久しぶり。
セロリ、セロリ投入。あ、ちょっとやっぱりさっきのお水余分だったかな。だんだんいっぱいになってきた。皆さんから見えるようになってきました。セロリの葉っぱ。これはね、余すことなく。入れてしまいます。おお、セロリ嫌いな方ごめんなさい。セロリ嫌いな方ごめんなさい。わお、入る入る。そしてあ、そうか、トマト、トマトがね、大きいのがなかったの。このサラダ用みたいなこの小さいやつでもね、やっぱり生のトマトちょっと入れてほしいので、どうかなと思ってね、ちょっと買ってみたんですけれど、ちょっとね、贅沢しちゃいました。これをお湯に入れて、ちょっとね、皮むきして入れますかね。もうとにかく、あ、煮てるとね、セロリの香りがね、自分にセロリ嫌いな方はもうね、うちには来れない。セロリ嫌いな方には、あ、でもこのトマト生で食べてみたいな。ちょっと4つだけ残しとくか。そういえば宮崎にピーマンのロケ行きまして、ピーマン畑もう萌えでそのまんま食べたら、果汁が、果汁じゃない、ピーマンの汁をビャーって新鮮で、水、あんなピーマン、もぎたてのピーマン食べたことないですよ。私ね、もう何でも食べてみたいんです。なんかこれ、こんな大きなお鍋でスープ作ってると魔女みたい、なんかさ、ね、童話に出てくる魔女ってこんな風になんかスープ作ってません？本当はね、いつもね、チキンコンソメなんですけど、今日はちょっと普通のコンソメです。買い忘れた。これはね、ちょっと味見しながら、あ、でも全部入れちゃって OK みたいな感じ。これね、しばらくこれ冷凍しとくとね、食べられるのでね。さてです、さてです、さてです、ピーマン入れて冷やすって終わり。じゃあ子供たちの、はい、子供たちのですね、ご飯を作らねばなりませぬ。あ、ちょっと胡椒でくしゃみが出そう。胡椒でくしゃみが出そう。もう何度もごめんなさいね。
いつもこの上に出る時間の数値が今こっち側に出てるんです。こう取れてどうしよう、そんな風に取れてたらこうやって横に見れなく、こうやって見れなかったらどうしよう。やりそうな感じ。こういう不安っていうのはもう動画回した時に、もう今35分も回って、これはね動画回した時に解決しとくべきよね。何でもねやっぱりね時間と立てずにね解決事は、私すごい今くしゃみです、やばい、故障です。ちょっと故障かき混ぜる、かき混ぜて下にうずめる。ピーマンもこんなに入るんです。なんかこのキッチンでこの赤いまな板をしただけでなんかウキウキですね。これ種も食べられるって聞いたので、そんなに神経質に取らなくてもいい感じがいたします。あ、ピーマンのいい香り、これもぎたてをまた頬張りたいですね。もぎたてを、大体ね、こういうのはね、夜な夜な仕込んどくんですけど、なぜか今日は、あ、ひき肉入れないと。これちょっと、あ、ちょっと、食べるのは私だけじゃないから、サイン取っときましょうか。ね。あ、くしゃみですわ。なんかキャビテーションかけちゃったらね、あーもう甘いものばっか食いできないのか、じゃできないわけじゃないんですけど、やっぱりやるからにはそれなりにね、やっぱりねだいたい老廃物は肝臓に来ますからね。でその一気にこう溶かしてね、肝臓に持っていくとね、肝臓に負担がかかるのでね、そんなにたくさんはね、私もね、もう年齢的にやらないようにしようかなと思ってるので、だからね、甘いものちょっと控えてね、ちょっとこう、かがみづらいくなってきたのはね、改善して健康になって、はい。ね、中性脂肪コレステロールは、うちね、そういう中性脂肪コレステロールがたまるようなことをしてなくてもですね、家計なのかな、数値が下がったことがなくって、そういうのってやっぱ家計ですねって自分の先生にね言われたんですけど、あ、トマトが煮えすぎちゃう、煮えすぎちゃって困るの。あ、いいですね、入れちゃう。チュルン、あちゃ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 。それでも熱い。あちゃちゃあ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 ちゃ。こういうのをね、箸を使わずにね、何が何でも手でやりきるところがね、頑固でしょ。なんか他の方法を考えればいいのにね。あと2個、あちゃ
ね、ほんとこう喋りながらね入れてるだけで、でね最後に私ね、あのお腹もうちょっとね膨らましたいなっていう時にこの春雨入れて食べるんですよ。もうスープバージョンと春雨バージョン入れたバージョンと、このスープを基本にですねいろいろアレンジするんですよね、食べ方にね。うん、でももうしばらくはもう基本これでもう全然 OK なので、基本のね体作りの基本の野菜スープができれば、あとはねちょっと、酵素サプリを飲んでいるので、酵素ダイエットもねやったことがあって、それはねあの番組の時にね、あのエステの会社にお世話になって、その時そこで出してるねあの酵素の飲み物があったんですよ。ちょっとご飯の代わりにお腹がたまるようなね、はあ、ちょっとあの胡椒が効いていた胡椒がで、ピーマンはちょっと、あこれまだ種取ってなかった。ピーマンはある程度その大きくない方が食べやすいかな。ちょっと鼻がむずむず、やばいやばいやばい。このね刻んだものがだんだんなくなってって、すっきりしてみんなお鍋の中に入っていって、それが美味しいスープになっているというね、いい感じに。お、そろそろ、お、そろそろですね、子供たちのささみを湯がいたりしなきゃいけないので、とにかく生姜までちょっとやっちゃいたいですね。あとはもうぐちぐち火をかけておくだけなので、あ、その前に生肉を入れた方がいいか。生肉を解凍して、そう、あのね輸入物の缶詰ドッグフードとかがね手に入らなくなってきたみたいですよ。ワンタのねジンケアがねもう手に入らなくって、で鉄火山ハンドカムっていうところから生肉ジンケア用のね、あの腎臓病の子にも大丈夫ですよと、生のお肉もね手に入らなくなっちゃって、今あるだけなんですよ。まあ、ちょっと最後余分には買ったんですけど、それでもねもうあとちょっとで、今までね食べてくれなかったね、ジンケアのカリカリのふやかしをねあんたが食べてくれるようになったの、助かった。でもそれもなくなっちゃうのかなね。でまあ賞味期限がね、消費期限がねやっぱりあるのでね、そんなにたくさんはと思ってるんですが、でもねあの避難袋とかねそういうところにもね必ずねそういう特殊なものはねあの入れるようにしているので、しばらくはね3ヶ月ぐらいは持つかな持たないかな。お、足が、あのワンコたちの足のひたひたが始まったぞ。今ゆがくね、ささみねもうちょっとねまあもう焦らせないでね、あ、飛んだ飛んだ、焦らせないでね。もうこう言ってる間にもグツ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 煮てるんですよ。もうこれでねあの時間がかかる順番にね入れていくと、もう最後に入れる頃にはねだいたい仕上がっているというね、もう便利な料理でございます。でもお好きな野菜があったらねそれ入れてもいいと思うんですよね。まあ、ベースを作っといて食べるときにアレンジしてもいいかな。まあ、トマトとねあのコンソメスープが基本なので、よっしゃ、ドバ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 、あ、この山盛りのピーマン見ていただきたかったな入れちゃいました、ピーマン、ピーマン、山盛りのピーマン。
ごめんなさいね、ほんとすごい心配横に取れてたらどうしようって。まあ映ってるだけいいかな、ね、この間途中で切れちゃったからね。そう皆さんにはご迷惑かけるけどこのスープを作って初めてね、動画でご覧いただくこのスープ、よいしょ、ピーマン余計なことすると私は何かが起きるタラタラタキー。さ、最後はですね、最後は生姜になりますので、これはちょっとまあちょっと時間がかかりますので、すったりとかしますので、子供たちのささみを湯がきながらの作業にしましょうかね。そんなに入れるのってぐらいね、入れるからびっくりされるんですよこれ。生姜農家さん、栽培農家さん、生姜熊本県ですって。作ってるお父さんたちのお名前が全部載ってるお父さんありがとうございます、たくさん使わせていただいてます。お、あんたの声が聞こえ始めた。ちょっとさ、真剣にささみを湯がこう。はい、使用中です。もう野菜だけでこんなガバガバいっぱいになってまいりました。久々のそれではまず、そうだな、多分今食べるものを見よう、ね、大きいお鍋が隣ちょっと入らないとあれだから、とりあえず今子供たちが食べる分をね、とりあえずその方が早いし、香り大丈夫かな、野菜やったばっかりですね、子供たち敏感だからね、よし、じゃあこれでささみを湯がきます。ささみを湯がきます。これで煮立つ前に15分設定にしておくとちょうどいい感じで、15分設定で、で、OK、 よし、こっちも OK、 OK、 そしたらですね、お肉を解凍します。人気上がるとこれだけで終わりね。でももう最後は手作りだな、ね、最後は手作りになりますね。最後はむね肉ミンチはもうこれしかない。3匹食べてるんですでね、まだね、お肉続けてるんですかってワンタのね、生肉ね、サーロイン続けてます、ね、ほんのちょっとのトッピングなのでね、持つんですよね。2つ、ドンと行ってしまう。ワン
ワンって。ワンタンの寝言です。うん、ワンって。どんな夢見てるんでしょうか。うん、うんって。多分小さい時ね、ペンションへ行って、ワンワンペンション行っていっぱい走ったんですよ。もう雪の中とかね、夏プールとかね、まあ、温水プールにはなってるんですけど、犬専用の。はい、川口湖にね、行きつけのところがあったんですよ。行ってないですね。でそこはね、部屋数が何部屋だったかな、5部屋7部屋なので、もう知り合いで、もう知り合いとか親戚とかでいつもあの全員で貸し切って、そう行ってたの でやっぱりね、あの一応マナーを教えてるんですけど、あの他のワンちゃんにねご迷惑ねかけたらいけないなと思いながらね、みんなで行こうよって言ってね貸し切ってたんですね。もうね、そこのシェフがね、あのイタリアンレストランのシェフだったんですって。待ってるそう、解凍解凍スチーム半解凍、はい、スチームだね。たまに湯がくになっちゃってると、はい、大丈夫ね。はい、じゃちょっとささみ、ささみとお肉取ってきます。裏でーす。ひき肉、胸肉はなくてね、もも肉になっちゃったんだよな。このスープの方ね。それでささみでね、このわしゃぶりの下に落ちてる。このささみはね、結構あのパラパラ解あの凍結で、もう便利で、こんな大きいやつをね半分にスライスしてあるので湯がきやすくなってて、これはねちょっとあの今回余分に結構多めに仕入れさせてもらいました。こんな感じ、こんな感じで、あ、あ、手にくっついた。一つ、二つ、三つ、四つあれば夜の分ができるかな、ね、あ、5つ入りそう。そしてこっちの肉入れてみましょう。ね、トレーじゃなくてね、これで売ってくれるとすごくねありがたい。私3つも買ったの、2つだと思ったんだけど、やっぱりちょっとダイエットに未練が残ってて、お肉が食べたいと思ったんでしょうね3つも買ってる。でもお鍋にはどうでいいか。この大量のスープ、あ、そうそう、これにね私ご飯入れて食べる時もある。パスタもあるし、春雨もあるし、何でも OK。あ、結構なお肉の量だったな。しまってきますね。あとは鶏肉が湯がかる。
前にふやかし、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 リブドッグちゃんと、あれ？ないぞ、瓶に入ってないぞ。新作、あ、ちょっと足りないのがある、ちょっと後でだな。やっぱり故障くしゃみが出そうになる、故障がくしゃみが出そうになる。高くなるんですけど、私はね1キロずつ頼むんですよね。やっぱり新鮮な感じで開けてあげたいので、取り掛かって出来上がりですね。生姜茶に取り掛かって、ささみ茶は勝手にやってくれてるし、解凍も解凍も、あ、でももうこんなもんでいいな、ちょっと食べるまで時間があるから、解凍もこれで OK、 OK、 じゃあちょっと生姜もね、本当皮むかない方がいいんですけど、あのちょっと私だけじゃないので軽く皮を剥きます。あ、やっぱりくしゃみ出そう、くしゃみが出そうだね、ちょっと皮ごとの方がいいんだけどな。やっぱりね、あのこういう健康的なものをね食べてもらうにはね、ちょっとね、あの嫌いなものっていうかね、うんと思わないで、たくさんね食べてもらえるようにね、ちょっとね少しね努力いたしますよ。ちゃちゃみ、ちゃちゃみ湯がいてるよ、エミちゃん。ちゃちゃみ湯がいてるよ。あらららら、あらららら。ダクダクしたいね。ダクダクしたいね。そう、エミちゃん用にね使ってたネブライザーがね壊れちゃって。そんなに早く壊れるのかなと思って、もう何にしても、あ、大丈夫大丈夫、おうおう、あ、ちょろいちょろい、どうしたどうした、どうしたどうした、あー、それだな、何が落ちてた、何が落ちてた、あ、葉っぱ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 、今ね、ワンダ君がそこで寝てるからバリケードできないんだよね、寝ちゃったからね。えみちゃん遊んでてね、もうね、もうちょっとで湯がくよ。もうちょっとで湯がくよ。あらららら、ら、大丈夫ですか？もうエミちゃんもね、いろんな検査してるんですけど、なんかこう、なんだろう、咳止めが、ちょっとアレルギーっぽいのかな。でも、ちょっと使わない方がいいっていうことになって、でも年も年なので、もうネブライザーだけでっていうことで、お薬はなしっていうね、先生のお話なんですね。うん、なんかやっぱりお咳が出るとね、
なんかお薬飲ませてあげたいなと思うんですけど、あの薬使わない方がいいってね、今のところ先生が言ってるので。お、いい感じ。ちゃちゃみちゃんが、よいしょ。あ、なんかやっぱり私魔女みたいこのスープを、スープをこうやって、こうやってスープを、はあ、これは美味しいね。久々にこれでね、生姜が加わった時の衝撃的な美味しさ。もうちょっとだね、あのさちゃみちゃんね。そう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 、でね、あの薬をもう使わないって今のどこ先生が言ってて、でもまた状況が変わったらね、もう本当にね、1週間とかね、そうそうそう、10日に一遍とかね、ワンタのあれもあるのでね、先生のところにね、あの診察に行っててね、で何かあるとね、あの動画を撮っといて、それをもう全部見てもらって、知り合いの先生とかね、もう見てもらってね、いろんな人の意見を聞きながら。これあのカニ食べるのと一緒で、なんか剥き物って無口になりますね、無口に。けどちょっとこれで、これで OK。 締まり具合が、締まり具合が、締まり具合が、ここら辺ね静かなんですよ。あのなんかお隣の音も聞こえないし、表の音も聞こえないし、あ、生きてる、うん、し、うるさいの私だけ、ね、だからあの目をかけないようにちゃんと窓閉めて、はい、このぐらいで喋ればいいのにね。え、200本も動画撮って今気づいてるかもしれない、皆さん、ちょっと声のも撮っとこうか、こうやってそしたら皆さん首がたまに休め昨日のリモートカーストレーニングで、なんかあのトレーナーがあの自衛隊のなんかトレーニングみたいな、なんかすごいね、キックボクシングやってるんですよ、あの私担当してくれて今ね、トレーナーが、そういうの入れていいですかとか言って、いいですよって言ったんだけど、昨日やってないような気がするんだけど。でもあのスクワットで、ただのスクワットじゃなくって、あの結構足を広めに開いてスクワットを下の方までして、かかとを上げると、あれきつかった初めてやったけどきつかった、あれは来たなぁ。でもね、まだ筋肉痛にはなっていない。ってことはまだね、足りない。加圧かけるとね、結構来るので、加圧かけながらのトレーニングなので、あの、加圧がね、ちょっと15分、あ、30分も経たない、プシューって切れるので、切れた瞬間に、あ、こんなに圧がかかってたのかっていうぐらいね、すごいですな、あの加圧ってね。だからほんのちょっとの、あの動作とか運動で、あ、ワンタが起きたワンタが起きたぞ、なんとかこの生姜まで入れるぞ。そう、すごかったんですよ、それが。でいつもね、あの30回って言われて、もう一生のうちの30回ね、大変なの30回なんだからって言って自分に言い聞かせながら、もう今までに乗り切って、絶対途中であのちょっと待ってくださいってなかったのに、昨日は10回に分けてもらいました、初めて。でもね、悔しい、なんか
根性さえあればなんかなんとかね、50回70回ぐらいまではなんとかなるだろうと思ってたけど昨日はね、はい、逃げました。でもそれが慣れてきたらまたできるようになるんでしょうね。今10回まではできるから、11回12回とね、1個ずつ、あれね、1個伸ばすって結構大変なんですよ、あの筋トレみたいなね。で、本当大丈夫ですかね、これ。ちょっと大丈夫ですかね揺らしてばっかり。じゃあこれで吸ってですね、吸って入れて終わりにします。丸くすると辛くなるんですよね。大根でも何でも繊維を潰した方がいいものは、ちょっとここら辺は後でする。これ二の腕の運動になるといいな。この二の腕のお肉がプルプルがなくなるようにね、一回なくなったものをね、また所持してしまいましたのでちょっと間に入ってるやつ。お、結構やっぱり生姜の繊維が出てきましたね。新生姜はね、あのみずみずしかったんですけど、この繊維が出てきた。これもいい運動ですよ。ダイエットスープを、自分なりのね、ダイエットスープを作りながら、こうやってトレーニングができる。これ、加圧かけてやったらいいですね、キッチンもね。私結構動くからね。加圧かけながらやったら、これ後ですよ。加圧かけながらやったらいいかも。ハワイにもね、トレーナーがいて、で本当はね、担当して何回か2回ぐらいは担当していただけそうな最初感じだったんですけどね、いろいろハワイもね大変になっちゃってね、で時差もあるしね、でお会いしてないんですけど、ハワイをね、トレーナーはねリモート、加圧をねかけながらね、機械をつけながらね、なんか散歩してましたね。ね、景色がいいとね。でもここの周りもね、自然がいっぱいなので、自然もいっぱい、生姜もいっぱい。ちょっとここら辺は後で、小さいの後にしよう。これね、本当にもう徐々に入れていくんですけど、どんだけ入れるかっていうのはね、皆さんにね、これね見ていただこうかなと思って貯めてます。もう野菜がね、トロットロに煮えてます、この間に。だんだんする場所がなくなってきた。おっ、ワンちゃん来た。ワンタくんご飯ね。ちょっとするとこが少なく、さすがにするとこが少なくなってきた。まだこれ全部吸ったらかなりの量の、ちょっとやっぱり一回入れましょうね。はい、ということでデトックススープ、これを持ってお見せすることは
できません。ここまで来るとね、危険なのでね。はい、これでもまだ少ないんです。まだまだ入れます。これを生姜をドバッと入れます。わー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 、ね、残りの生姜もすって入れたいと思います。はい、健康になるためにオーバー頑張ります。クーミンでした。クーミン頑張ります。じゃあ最後にですね、最後になるのでちょっと動かしたいと思います。皆様酔わないようについてきてくださいね。じゃ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 、コードが大丈夫かな。じゃ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 、これ画面だとこの鍋の大きさがよう分からんですけど、これおお、イエー、ここまで来れるか、ここまで来れるか、ここまで来れるか、イエー。はい、この生姜たっぷりのとろとろお野菜のスープを飲みながら健康ダイエットを目指したいと思います。ありがとうございました。それでは。